関本健太郎、1978年8月26日体は、奈良県柏原市出身の元プロ野球選手、野球解説者、タレント。幼少期に生まれ故郷である大阪船屋川市から奈良県柏原市へ転居、以降柏原市で育つ。小学生時代は、少年野球チームの近況バッファローズに在籍。中学校では後に、プロでチームメートとなる。 中村康弘と同級生で、当時所属していた、ボーイズリーグの柏原コンドルには同じく、チームメイトとなる、翔田隆弘が一年後輩にいた。天理高等学校では3年時に一番二類種として、第78回全国高等学校野球選手権大会に、出場し、二回戦で、中浜博行、新沼晋次郎を擁する仙台育英高校に敗れた。大会に出場した際、 記念に有名な高校球児と写真を撮ろうと開会式で3人の選手に頼み込んで記念撮影をしたが、そのうち2人はこれも後にプロでチームメイトとなる前川勝彦と3東洋だった。高校通算20本類だ。1996年のドラフト会議で阪神から2位指名を受け入団。入団当時の背番号は64で、指名後のインタビューでは、 当たれば、本類だのような選手になりたいと語っていた。大型内野手という期待を受けて、1年目の1997年から、ウエスタンリーグ公式戦80試合に出場。打てる選手は、チームの課題だったことから少しでも早く戦力になって、もらいたい事情からレギュラーに抜擢され、シーズンを過ごしたが、打率が、162にとどまったことから、長打ではプロで、 勝負できないと悟ったという。1998年から遊撃手に転向すると、1999年のジュニアオールスターゲームには、ウエスタンリーグ選抜の一員として出場した。2000年には、ウエスタンリーグ公式戦で打率、276、9本類三31打点と好調九月に、打者部門の月間 MVP に選ばれたことを機に、十月三日の、 対横浜ベイスターズ戦に7番3塁手としてスタメンで1軍デビューを果たした。チームのシーズン最終戦でもスタメンに起用されたが、1軍では2試合通算で5打数無安打に終わった。2001年には右肩を痛めたため、シーズン中に手術を受けた。公式戦には1.2軍とも出場できなかったが、2軍のウエスタンリーグ優勝で迎えたファーム日本選手権で、 実戦復帰を果たした。2002年には、阪神史上最強のスケットと評されたランディバースへの憧れから、背番号をかつてバースが着用していた、44へ変更。4月下旬に2年振りの1軍昇格を果たすと、5月8日の対横浜戦に3塁打で1軍発安打、同月25日の対中日ドラゴンズ戦で1、軍発本塁打を放った。 一軍公式戦には通算で71試合に出場。5本塁打、11打点、打率、254を記録した。2003年にはウエスタンリーグ公式戦56試合に出場。9本塁打、31打点、打率、319という好成績を残した。一軍公式戦では4本塁打を放ったが、36試合の出場にとどまった。 しかし、チームの18年ぶり、セントラルリーグ優勝で迎えた、福岡大英ホークスとの日本シリーズでは、福岡ドームでの第7戦に、9番、三塁手として、スタメンに起用。5回表には、シリーズ自身初のソロ本塁打を、和田武氏から放った。2004年には、主に2番打者として起用されると、しぶとい打撃を披露。1番打者、赤星のとのコンビは、 高い評価を得た。規定打席には届かなかったものの打率316、出塁率404を記録。右の代打としても活躍した。2005年には背番号を3に変更。藤本厚史と併用で二類種として起用されたほか、一類種や三類種も務めた。同年から個人的に信仰のあるポルノグラフィティの エブリバディ星を打席に入る時のテーマソングとして使うようになった。これはポルノグラフィティが関本のために自らの楽曲センチュリー・ラバーズをアレンジし提供したオリジナルのバージョンとなっておりエブリバディ星という歌詞の間に阪神の選手テーマソングでは唯一関本とファンの愛の手が入る。2007年開幕からしばらくはジョージ・ベイカーの リトルグリーンバックを使っていたが、打撃不振に陥ったことやファンからの要望も多かったことからエブリバディ制に戻している。2006年は怪我や不振が重なった今岡誠に代わり2番三塁手でレギュラーに定着。規定打席不足ながら打率301、出塁率383を記録し、自己最多の9本塁打を放った。特に、 シーズン後半に、首位の中日ドラゴンズを猛追する時の活躍ぶりは、岡田明信監督に、後半戦の MVP と評された。2007年は、プロ11年目で、初の開幕スタメンを勝ち取ったが、開幕から不審にあえいで4月や、オールスター前は、藤本や坂勝彦にスタメンを譲ることもあった。後半戦は7本塁打を放つなど好調だったが、 前半戦での不審が響き、最終的には打率、243と低迷した。守備では8月1日に二類種としての連続守備機会、無失策記録を714として、セリーグ記録だった、辰波和義の七百十の712を更新し、最終的に804まで伸ばした。2008年から、風水建築デザイナーの直井由美里の勧めにより、登録名を、 関本健太郎に変更。移籍してきた平野圭一が二類種の定位置を掴んだことや今岡の復帰もあり開幕スタメンからは外れたが今岡の不調により三類種のレギュラーに復帰。6月17日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では1試合4連続ギガのプロ野球対記録を達成した。夏場は 新井高広の離脱もあって3番や5番のクリーンナップを打つことも多く、7月25日の対、中日戦では5回裏に、川上健心から、プロ初の満塁本塁打を放つなど勝負強さが、光った。最終的には初めて規定打席に到達して打率、298の成績を残した。2009年は新井が3塁へ回ったため1塁手で、開幕を迎え、6月に、 クレーグ・ブラゼルの入団により二塁へ回るなどチームの穴を埋め、規定打席にも到達した一方、夏場に右足の内転筋を痛めて1ヶ月以上離脱、また失策も自己アーストの銃と大幅に増え、シーズンを通しての打率もやや落としてしまった。2010年はブラゼルが開幕から一塁で固定され、三塁には洗い、遊撃には鳥谷隆が固定されており、 平野との二類で争いにも敗れる形で守る、ポジションが事実上なくなってしまう。スタメン出場は、シーズン序盤を除いてほとんどなくわずか8試合であった。シーズン中盤以降徐々に守備固めでの出場も減少し、代打での出場があるになり、代打での打率は、355を記録した。シーズン終了後には、シーズン中に取得した。 FA 権の行使を宣言した上で3年契約で残留した。ちなみに、関本が引退表明の直後に明かした手記によれば、この契約を結んだことが引退を意識するきっかけになったという。2011年もポジションがなく代打出場が多かったが、チームの打撃不振から交流戦中盤で平野を中堅手、関本を二塁手で使うことが多くなり、このスタメン起用以降、 それまで低迷していたチームも奮起した。荒井の三塁守備に不安があったことから、8月31日には、2008年以来4年ぶりに1類、一塁、荒井、三塁、関本というスタメン起用が実現。9月1日の対中日戦では、打撃不振の荒井に代わって、9団第92代の4番打者に起用されたことで、1軍で1から9番の全打順を経験した。 球団生え抜き選手が4番で、スタメン出場したのは2003年10月5日の対、広島東洋カープ戦で、檜山慎二郎が務めて、以来約8年ぶりである。11月24日、翌2012年からの選手会長就任が発表された。2012年3月30日、横浜 DNA ベイスターズとの開幕戦で1から3と、リードされた7回裏。 西一二塁の場面で代打で登場し、かがしげるから逆転三ランを放った。開幕戦代打本類打は、セリーグ史上7人目で、阪神では1978年4月1日の大島忠和以来34年ぶり2人目。シーズンでは、代打や守備固めを中心に91試合に出場したが、打率は1軍定着後最低の212だった。 3年契約の最終年である2013年には、開幕から代打を中心に出場。しかし、5月12日の東京ヤクルトスワローズ戦に、代打で安打を放った際に、左ふくらはぎを痛めたため、同月16日に出場選手登録を抹消された。6月25日に再登録。7月31日の中日ドラゴンズ戦では、7回裏に、 代打でこの年初打点となる二点的自打を放つと、三年ぶりに、盗塁を成功させた。二千十四年は四月十三日の、読売ジャイアンツ戦で、山口哲也から自身三年ぶりとなる、サヨナラタイムリーを放ち、甲子園での開幕カード三連勝に貢献した。七月十三日の同カードでは一から三と、リードをされた七回表、西万塁の場面で代打で登場すると、 先発の沢村拓一から代打逆転満塁ホームランを放った。球団史上、代打満塁ホームランは7年8月21日のヤクルト戦で檜山が打って、以来、7年ぶり14本目。さらに、代打逆転満塁ホームリーダ2002年7月30日の横浜戦で八木博が打って、以来、12年ぶり6本目であった。日本シリーズでは、 西尾勝義が右肘に不安を抱えていたため、10月29日の第4戦で7番3塁としてスタメン起用された。2015年には開幕2戦目の中日戦、延長10回裏虫満塁から代打に起用されたところ、祖父江大輔からフルカウントの末に左腕へ支給を受けた。チームは、 前夜の開幕戦でも中日から延長10回裏にサヨナラ勝ちを収めていたため、この死休によって、球団史上初の開幕2試合連続サヨナラ勝利を達成した。聖波交流戦の期間中には、西岡と新井良太が故障で相次いで戦線を離脱したため、彼らに代わる三塁手として急遽スタメンに起用。しかし、その直後に左脇腹を痛めたため、 6月2日に出場選手登録を抹消された。7月10日に一軍に復帰したが、復帰後に右の背筋を痛めたことや、自身の離脱中に、加野圭介が右の代打要員として、自身を上回る成績を残してきたことから8月6日付で、再び登録を抹消。9月8日の再々登録後は、代打での打率が一時5割を超えていた。 しかし、同月29日には、この年限りで現役を引退する意思を球団に伝えていたことが判明。翌30日に、阪神甲子園球場内で開いた、記者会見を通じて、正式に引退を表明した。なお、引退表明直後の10月2日には、一点ビハインドで、迎えた、タイヤクルト戦の球界をもてに、代打で同点的時だ。結果として、この一打で、 現役最後の安打と打点を記録した。10月4日のレギュラーシーズン最終戦を、関本の引退試合として開催された。8回裏西一塁からの代打で、黒田博樹から、投手頃に打ち取られた後に、9回表の三塁守備で、公式戦への出場を終了。試合後に開かれた引退セレモニーでは、10年間つけていた、背番号3にちなんで、 9から3回同上げされた。なお、チームのシーズン3位で進出した巨人とのクライマックスシリーズファーストステージには第3戦にのみ出場。6番3塁手としてスタメンで起用されたが、チームがこの試合の敗戦でファイナルステージに進めなかったため、7回表の第3打席が現役最後の打席になった。同月30日に NPB から 任意引退選手として講じ、引退試合直前の2015年10月1日にスポーツビズとの間でマネジメント契約を締結した。2016年からは引退時までの登録名である関本健太郎の名義で地元の関西を拠点にスポーツ日本で野球評論家、朝日放送、サンテレビで野球解説者として活動。 2016年1月4日からは朝日放送の解説者としておはよう朝日ですの月曜日でスポーツキャスターを務め2020年10月6日からは月曜日に加え火曜日も担当している阪神への入団2年目以降は自分が現在どのレベルにあるのかということを常に意識しながら対戦した相手投手の成績を細かくチェックヤクルト時代に バントの名手として知られたチームメイトのジョーとモーヒロに教えをこいながら高校時代まで全く練習していなかった小技を鍛えるとともに複数のポジションをこなせるように内野の守備を練習していた。関本自身は入団4年目の一軍初打席で同郷の先輩、三浦大介から三振を喫した際に一戦級投手との力の差を痛感したという。2002年2003年に 関本を指導した田淵光一チーフ打撃コーチは、関本の打撃フォームを自身の名字、中村範博、関本と同期入団の浜中治を組み合わせた、内乗浜田法と命名。しかし、2003年の日本シリーズでは、極度の不振にあえいだ。このため、野球人生で初めてバットを短く持って打席に立ったところ、スタメンに起用された第7戦で、本塁打を記録。 短く持っても打球は飛ぶという理由で、翌2004年から現役を引退するまで、バットを短く持つ打撃フォームを貫き通した。2006年シーズン終了後の契約公開では、成績に対する評価に加えて、交渉の中で担当者にあくびをされたことを理由に1000万円増の年俸4000万円という提示を保留。2度目の交渉で年俸5000万円という条件で公開に至った。 関本の代理人は、彼の話は退屈であくびをするのも無理はないと、冗談交じりに述べている。2008年7月25日のヒーローインタビューで、ファンに向かって、自分の出したゴミは自分で持って帰るようにお願いします。と呼びかけた。試合終了後の清掃作業中にかかる照明などの、莫大な電気使用量を減らせば、地球温暖化防止につながるとの思いからだった。シーズン後、 契約公開の席でも球団に対して環境問題への取り組みを訴え2009年から地球環境問題に取り組むエコ作戦を計画していると報じられた。また2009年には甲子園美化委員長に任命。甲子園球場では同年から2015年の引退試合まで環境に配慮した容器を用いたコラボレーションメニュー石器幕の内弁当を販売していた。 かつてチームメイトだった矢野洋大との必死のパッチという発言をめぐる町長々発誌のやりとりは名物と化しており、球団公認でグッズも作られた。西岡強しや藤波慎太郎が入団した2013年シーズンには西岡や藤波もヒーローインタビューでたびたび必死のパッチと発言。一方の関本は西岡と並んでヒーローインタビューを受けた際に 西岡に対して必死のパッチは矢野さんに借りていると応酬している。前述の引退セレモニーでも阪神タイガース背番号3、関本健太郎はユニフォームを脱ぎますが、第2の人生は皆さんの声援を胸に必死のパッチで頑張っていきたいと思っています。いつか甲子園に帰ってきたいと述べている。2016年シーズンからは引退した関本と入れ替わる格好で、 矢野が一軍作戦権バッテリーコーチとして阪神に復帰。逆に矢野が復帰前まで携わっていた仕事の一部を関本が引き継いでいる。また必死のパッチは原口文人にも引き継がれたがファンの要望で2019年シーズンから必死のグッチに改められている。2013年には本塁打やサヨナラアンダを放ったチームメートを出迎える。 際のチームパフォーマンスとして左右の親指、人差し指、中指を立てたまま空中へ一斉に腕を振り上げるポーズを西岡と共に提案。公式戦の開幕からチーム内に浸透させた。さらに関本は35歳の誕生日にあたる8月26日にこのポーズの名称がグラタイであることを西岡と共に発表。この発表ではポーズに ファンの拍手に対する感謝という意味を込めていることや、ポーズの由来が、春季キャンプ中における関本から西岡への挨拶にあったことも明かしている。その一方で、相手チームの投手や一部の野球評論家、野球解説者からは、グラタイをめぐって、尊敬の念が感じられない、挑発行為という趣旨の批判が続出。選手代表と球団関係者が話し合いを重ねた末に、 2014年シーズン以降は選手側で新しいチームパフォーマンスを考えることを条件にグラタイの疲労を見送っている。2015年9月30日の引退記者会見では引退を決意した理由として2回目の二軍生活を送っている間にもしかしたらもう潮時かなという考えが芽生えた。打てるようになったが打てなくなって野球を嫌いになって 野球をやめるのは嫌だったので、いいところでやめるという選択肢もあるのかなと述べた。現役時代の後年に代打の神様と呼ばれる存在になったことについては、自分で試合を決めて勝つことが代打の第五味としながらも、すんなりゲームが終わってくれたらいいのにな、僕の打席にまで回らずに勝ったらいいのになと思っていた、という本心を吐ろした。婚姻歴は2回で、 阪神の選手時代に結婚した最初の妻との間に、次男、現役からの引退後に結婚した現在の妻との間に、カズを授かっている。長男のイサムタスクは、理性者高等学校の公式野球部員で、関本が再婚した2019年夏の第101回全国高等学校野球選手権大会では、2年生ながらベンチ入りメンバーの一人として、チームの 本大会初優勝を経験。同年秋の新チーム指導を機に、区首相へ就任したが、就任の直後に出場した周期近畿地区、高校野球大会準決勝で、関本自身の母校、天理高校に、さよなら負けを喫した。3年生になった2020年には、出場が決まっていた第92回選抜高等学校野球大会が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止。 イサム・タスクは、理性者高校の方針で、関本の住む自宅から通学しているため、同年夏の第102回全国高等学校野球選手権大会も、上記の影響で5月20日に中止が決まった直後には、首相として、甲子園球場へ登場する、可能性を一旦失ったイサム・タスクに言葉をかけられないほど心を痛めたという。なお、理性者高校の公式野球部は、後に、 日本高等学校野球連盟から2020年甲子園高校野球交流試合へ招待。イサム・タスクが4番、保守として出場した清涼高校との交流試合では野球評論家として契約しているスポーツ日本向けに父親の立場で感染期を寄稿した。イサム・タスクは9月19日に甲子園球場でも用された第101回選手権大会の 優勝期返還式で交流試合の開催に向けて尽力した関係者に向けてスピーチを披露。その一方でプロ志望届を日本学生野球協会へ提出していたため NPB ドラフト会議での指名の目安になる調査書が阪神と読売ジャイアンツから届けられた。関本に続いて高校からの NPB 入りが期待されていたが実際の会議では どの球団からも指名されず、卒業後は日本大学でプレーを続ける。また、次男は内野手で2021年4月から天理高校に進学。レギュラー出演番組現在テレビ以上はいずれも朝日放送で制作。ラジオいずれも朝日放送で制作。過去ラジオテレビ番組出演 CM いずれも関西ローカル。また、現役選手だった2012年には、 阪神電気鉄道のダイヤ改正の CM キャラクターとして起用されたこともある。ありがとうございます。